こんにちは、カワポンです。2023年度の上智大学の志願者が確定しました。今日は文学部になります。参考までに過去3年間の志願者と受験倍率を記載しています。なお、上智大学は2021年度に入試改革を実施して、すべての学部で一般入試で共通テストが必須になりました。その関係で2021年度は志願者が空落しているところが多くなっています。さて、2023年度は哲学科だけはかろうじて前年度を超えましたが、その他はすべて前年割れです。特に比較科と新聞学科は2年連続で大幅な減少となりました。この2つの学科は2021年度の志願者と比較すればほぼ半減の水準まで減少しています。ここまで少なくなると追い風ではありますが、上智大学が少し心配になってくるくらいです。地域利用方式の志願者も減少してみないと何とも言えませんが、少なくともこの個別学部入試はかなり入りやすくなっていると思います。それでは皆様、さよなら、さよなら、さよなら。